インフォメーション。時刻は午後3時になりました。F 南南海放送ラジオでは、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、F 南を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と順次結んでいっています。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市町の情報をお伝えしているのがこのコーナーです。今日は現在伊予市にて活動を行っているふたみの花火を復活させたいの活動をご紹介したいと思います。今日は、副隊長の小西千鶴子さんとお電話がつながっています。団体のお話をいろいろ伺いたいと思います。小西さん、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、早速ですが、ふたみの花火を復活させたいとはどういった団体なのでしょう。はい、これまで長年伊予市の二見地区では毎年海の日に合わせて上灘、下灘の両地区で交互に花火大会を含めた夏祭りが開催されていました。ですが、高齢化や人口減少の影響を受け、この花火大会は2022年を最後に打ち止めとなっています。約40年にわたり続いてきたこの二見地区の大きな魅力の一つでもある心を豊かにする花火を消したくない、そんな思いで結成されたのが我々の二見の花火を復活させたいです。現在団体は地元住民を中心に35人ほどで運営しており、20代から60代まで幅広い年齢のメンバーで揃っています。小西さんにとってもやっぱり二見の花火大会、大切なイベントですよね。そうですね、以前から花火大会でも運営スタッフとして関わることが多く、夏になると今年もこの時期が来たなと思っていました。私にとっては毎年の恒例の行事といいますか、地域にとって当たり前にあるお祭りだったんです。なのでそんな当たり前がなくなったことで心に大きな穴が開いたような気持ちになり、その大事さに気づいた部分もありました。もちろん私のみならず、昨年開催がなかったことで地元に住む子どもたちを中心に、花火大会がないとやっぱり寂しい、なんとかならないかという声がたくさん上がっています。花火復活のためには行政の方々に頼るだけではなく、地域住民一人一人の力が必要です。自分たちで自立への道を作っていかなければいけませんよね。なるほど。団体では現在どのような活動を行っているのでしょう。はい、団体では今まさに7月14日の開催に向けて、大会の運営方針や開催イベントの検討など意見を出し合いながら具体的に協議を進めています。とはいえ、もちろん当日の花火大会は我々の力だけでは成功させることができません。今現在、伊予市二見地区にお住まいの方のみならず、ぜひ愛媛県内の多くの方にお力をお借りできれば嬉しく思っています。はい、花火大会の復活のため、私たちはどのような形での協力ができるんでしょうか。はい、まず一つは現在大会の準備作業や当日の運営のお手伝いいただけるボランティアの方の募集をしています。直接二見の花火大会の力になりたいという方は、ぜひ団体までに一度ご連絡をいただけると非常に嬉しいです。あともう一つは、大会開催にかかる費用の寄付を募集しています。目標金額は150万円に設定して寄付を募っているのですが、皆さんのご協力のおかげで今現在50万円を集めることができています。目標達成まで皆さんご協力をいただけると大変助かります。寄付の募集は6月末まで、一口1000円から協力いただいた方のお名前を会場に掲示することを予定しています。ボランティアの募集、費用の寄付を
ともにお問い合わせは団体メールのアドレスである花火ふたみアットマーク gmail.com あるいはふたみの花火大会のインスタグラムアカウントの DM までお気軽に お寄せください。たくさんの思い出の詰まった伊予市ふたみ地区の夏の風物詩花火大会の復活の開催にぜひご協力をよろしくお願いいたします。はい、ここまでふたみの花火を復活させたい副隊長小西さんにお話を伺いました。小西さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。毎週月曜から木曜の午後3時からはパルインフォメーションをお届けしています。このコーナーはポッドキャストでも配信をしています。南海放送ホームページのチップスまたはパル協定インフォメーションのページから、また Google、Apple、Spotify、Amazon、ラジコのポッドキャストサービスからも聞くことができます。番組終了後 1,2 時間で当日の放送が聞けますので、ぜひそちらでもお楽しみください。次回は明日木曜日、上島町の話題についてお伝えする予定です。ぜひお聞きください。